ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を下ろしておくれ。懐かしいわね、この魔女のセリフ。はい、ジュンナちゃん、お砂糖はお好みでどうぞ。あ、紅茶を入れてくれたの、ナナ。ありがとう。うん、そろそろ休憩時かなって。その絵本ってジュンナちゃんの？ええ、童話のラプンツェル。今回の定期発表会もラプンツェルでしょ。一番にこの絵本のことを思い出して久しぶりに開いたの。小さい頃にねだってプレゼントとして買ってもらった。私にとって大切な宝物の一つよ。やっぱりそうなんだ。あちこち擦り切れてて愛されてる本だってわかります。さっきのセリフは魔女のもの？やだ、聞こえてた？魔女の声、優しくお願いしているように聞こえるけれど、あれは命令なんだよね。序盤のセリフかな。ラプンツェルを演じるジュンナちゃんだからこそ知っている声、そんな気がしたわ。さすがね。そうよ、さっき読んでいたのは物語前半。この絵本も今回の脚本と同じで、原点からのアレンジはほとんどないの。どれどれ？本当だ。若い夫婦が魔女の大事な野菜を盗んだ罰に自分たちの赤ちゃんを奪われてしまって。魔女は赤ちゃんをラプンツェルと名付け、出口のない高い塔に閉じ込める。外に出られないラプンツェルに許されるのは歌うことと、外へのはしごとなる美しい髪をひたすら伸ばすこと。あ、これさっきのジュンナちゃんが言っていた魔女のセリフね。ええ、ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を下ろしておくれ。夜風になびくその髪を、天に導くその髪を。はあ、通して聞くとなんだか魔法の呪文みたい。これは確かに口に出したくなるね。夜風のあたりは小さなことか歌にしちゃいそう。そうね、きっと小さな子が飽きないように工夫されているんだわ。ラプンツェルって塔の中のシーンが多いでしょ。自分からは冒険に出かけないものね。外に憧れるけど王子様が来るまで塔から出ようとしないし。ええ、それでも聞いている子の興味が続くように客員を踏んで声に出しやすいようにしてあるんじゃないかしら。なるほど、ジュンナちゃんの目で見ると物語の違う形に気づけて面白いな。あれ、そんなに食い入るように見てどうしたの？うん、ラプンツェルの顔に鉛筆の跡があったから。これってメガネの落書き？あ、違うの、これはその消し忘れていたというか。ほら、ラプンツェルは長い髪に綺麗な歌声っていう女の子の夢を詰め込んだ人物でしょ。その時の名残っていうか、そのジュンナちゃんの憧れだったんだ。そうよ、小さい頃はね。ん？何？うん、小さい頃ってことは今は違うのかなって。それは言葉のあや。いいえ、そうね、正直に言うと今は少し違うの。今の私がラプンツェルに感じているのは同調、シンパシーかしら。それは役作りのために？もちろんそれもあるけど、それだけじゃないわ。小さい頃、たくさんのおとぎ話の中でいろんなお姫様に出会った。シンデレラに白雪姫、眠れる茨姫、その中で一番心を揺さぶられたのがこのラプンツェルだったの。何の疑問も持たず魔女に言われるがまま髪を伸ばす。
自分には使えない金のはしごなのに、それでも髪は美しく光り輝く。きっとその事実に拠り所を求めていたのね。ジュンナちゃん、結局ラプンツェルの髪は切り落とされてしまうけど、私も彼女と同じだったから、ただ星を見上げてきらめきに憧れていた。だけど塔から出た私だからこそ、憧れよりも近い場所でラプンツェルを感じられるの。ごめんなさい、私ったら喋りすぎね。せっかくの紅茶が冷めちゃった。私楽しみだな。ジュンナちゃんのラプンツェル、きっとジュンナちゃんにしかなれない特別なお姫様になるね。私もそう思うわ。楽しみにしてて。うん？ねえ、その絵本もう少し一緒に見てもいい？ジュンナちゃんの憧れだった人知りたいな。いいわ、紹介してあげる。私のラプンツェル。君の歌声に魅せられて高い塔を登ったんだ。ラプンツェル、どうか僕のために歌ってくれないか？ええ、王子様。お母様以外に聞かせるのは初めてだけど。あ、ごめんなさい、今のところもう一回いいかしら？構いませんが、どうかしましたか、星見さん。振り返った勢いで王子に近づく。この距離の詰め方じゃ自分のラプンツェルの髪を踏んでしまうわ。舞台ではあの長い髪で立たないといけないでしょ。少しでももたついてしまったら目も当てられないもの。もう一度慎重に動きを検討し直さないと。確かにそうですね。ラプンツェルの長い髪は私たちには非現実的な事柄ですが、彼女にとっては日常ですから。ええ、できるだけ自然に動いて髪が彼女の一部だということを示しておかないと。足元のこの辺りに髪があるとして、そうだ、ここは王子であるあなたに髪を整えてもらった方がいいと思うんだけど、どうかしら？なるほど、ここは二人が初めて心を交わす場面。より親密さを前に出すのは正しい判断でしょう。何より今回の主演はあなたです、ラプンツェル。仰せのままに。お願いね。それじゃあもう一度頭から。長い髪は彼女の魅力の一つだけど、動きが制限されるから大変ね。それぞれの挙動にいつも以上に過敏になってしまうわ。そうですね、ある程度の長さなら振ったり散らせたりと演技の幅になりますが、ラプンツェルの髪は美しいだけでなく枷でもありますから。枷か、はあ、そう、これは枷なのよね。出口のない塔に閉じ込められて、言われるがまま髪を伸ばして。長い髪のはしごは彼女には使えないのに、ただひたすら髪をすく。その虚しさが今はよくわかるわ。幼い頃から慣れ親しんだ物語の真実に気づく。これは年を重ねてこその視点でしょう。物語の美しい部分だけを感受していた子供の頃を思うと少し寂しくもありますが。そうね。だけどだからこそ私たちはその役になれる。綺麗も嬉しいも楽しいも、その裏に潜む影があるからこそ
際立たせることができるもの。ええ、同意いたします。それならば星見さん、お聞きしてもよろしいですか？何？改まって。ラプンツェルは王子と外に出ようとした前日、計画に気づいた魔女に髪を切り落とされて塔から追い出されますが、あなたにとって髪を落とされたラプンツェルの魅力とは何でしょう？そうね、私が思う彼女の魅力は情熱よ。確かにラプンツェルは自分から枷を外すことはできなかった。高い塔から追い出され、さまようことしかできなかったわ。だけど、そんな絶望の中でも、王子への思いを歌うことはやめなかったでしょ？なるほど。その情熱こそ、何より美しいと？ええ。彼女はあの瞬間、言われるがまま伸ばした髪よりももっと美しいものを手に入れたの。自分の信念と情熱によってね。そんなラプンツェルになれること、彼女の思いを表現できることを本当に誇りに思っているわ。なるほど、あなたの解釈お聞きしてよかったです。いいえ、私も言葉にできてよかった。そうだ、さっき髪はできるだけ自然に扱いたいって言ったけど、この解釈をもとに別のアプローチができるかもしれないわ。ここで一度自分の髪につまずく動作を入れるのはどうかしら。それを王子に受け止めてもらうの。一人で塔の中にいるときは気にならない長い髪が初めて枷になるっていう感じで。なるほど、興味深い流れですね。では早速試してみましょう。情熱的な歌を期待していますよ。ええ、王子様、お母様以外に聞かせるのは初めてだけど。